こんばんは、レイトプロジェクトの滝沢健一です、今日は、事前にも、ね、お伝えしたんですが、ダリングのやり方を、ねお伝えしたいと思います。抽選会ですね、抽選会と、やっていきたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いいたします。で今日は、エッジのね、板のダリングっていうものなんですが、ダリングって聞いたことない人もいると思うんですよね。どんなことかっていうと、ダリングっていうのは、ちょっとこれ汚いな、まあいいか。板のエッジですね、このエッジって言われる、板って表、裏、このサイドウォールっていう横の部分ですね、横の部分と、あとエッジってこの角の部分、金属の部分あると思うんですね。でこの金属の部分をヤスリで削って、丸める作業のことをダリングって言います。でまあダリングってどんなことに時に必要なのかっていうのをちょっとこれから話すんですけど、まあまず新しい高槻、新しい、はい、準備してやってみます。はい、おしゃ、これ僕のブラックデッキの、SO で新しいやつなんで、エッジが、ね、丸まってないやつです。丸まってない、まだダリングしてないやつですね。この前下ろしたばっかりのやつなんで、今日に向けてダリングを温存してたやつから説明したいと思います。はい、では、ダリングって、なぜ必要かっていうと、まず一つは安全性、安全性です。安全性っていうのも、どういった時の安全性かっていうと、人にぶつかった時ね、自分が怪我する云々じゃなくって、人に怪我をさせないためにまず必要ですよっていうのが一つね。どうしてもね、何かの弾みで人に衝突しちゃうことってね、なきにしもあらずだと思うんですよね。車と一緒でね、どうしても事故っていうのは起きてしまう時ありますので、ただその時にこのノーズもしくはテールのね、この部分のエッジ、この金属の刃物の部分が鋭く立っていたら、ね、ぶつかった時に怪我させちゃいますよね、人に。なのでまずその部分っていうのを丸めましょう、ね、エッジのこの部分が立っていないように丸めてあげる。そうしてあげることでぶつかった時に人に怪我をさせないですよっていうのがまず第一一つになります。はい、で結構エッジの立っているところでやると分かるんですけど、こうやってやると爪削れるんですね。シャッシャッってやると見えますかね、これぐらいエッジって立ってます。見えますかね、こうやって爪削れたのね、爪が削れるんですよ。こうやって爪が削れるぐらいエッジって立っているので、これが猛スピードで人にぶつかったら人に怪我させちゃいますからね、危ないのでまず丸めましょうっていうので、この雪面に触れる必要のない部分ね、エッジの、ターンとか滑りとかジャンプとかに必要のない部分をまず丸めます。でその丸めるときに、じゃあどこから、外側を丸めればいいのかっていうのをまず最初にやりたいと思います。で最後に有効エッジの内側なんですけど、その外側を丸めた後に滑りに関係するね、滑ったときにどうターンに影響が出るかっていう部分の丸める方法っていうのは、ね、最後の方でお伝えしたいと思うので、まずは最初にその有効エッジの見つけ方ね、有効エッジって言われるこの、ターンするときに雪面に板が触れない部分っていうのはどこからどこまでなのかっていうのをちょっとね、見つけ方をお伝えしたいと思います。はい、さあちょっと今日はマニアックな形になりますので、よいしょ、あれしてください。来年10億円当たるのか当たりません。はい、よいしょ。さあではまずこれね、ちょっと見づらいかな、この辺がいいかな、これ見えますかね、これ、はい、見えますね。はい、これね、真っ平らなもの用意してください。これただの木のまっすぐなボッコなんですけど、別に床でいいです。フローリングの真っ平らであればフローリングの床でもいいですし、長さがあればテーブルでもいいですし、まず平らなところ準備してください。そこで有効エッジを見つけます。じゃあ有効エッジどうやって見つけるかっていうと、もう一つ用意してもらいたいのは平らな場所と板とテープ、ね、セロハンテープでもいいですし、ちょっと
の何ですか、布テープって言われるやつはちょっと厚さがあるので、なるべく薄めのテープの方がいいと思います。今日はねちょっと分かりやすく、これね養生テープっていうやつなんですけど、真っ白のやつ用意しました。はい、では透明のやつだと、ちょっと透明のやつでもいいですよ、セロハンテープだとか透明のやつでもいいんですけど、あのちょっと映像的に、ね、分かりづらいのでちょっと白いやつ用意しました。はい、ではどうするかっていうと、まずこれ切っておきましょうか。はい、切っておきましょうか。はい、1枚切っておきます。はい、板をこういう風に置きます。ポン、この辺がいいかな、分かりやすいかな。ポンと置きます。置いた時に、はい、ここ板っていうのはサイドカーブっていう風にこういう風にくびれてますよね。くびれてますので、両サイド下も上もこういう風にくびれてますので、この部分見えますかね、ここ見えますかね。はい、浮いてますよね、浮いてます。でそこからドンとこっち行ったら、こっちまで行ったら、はい、ぶつかりました、ここでぶつかりました。はい、っていう風に、あのどうしても真ん中は、はい、隙間があって、この板のノーズテール側に行けば行くほど隙間が短くなってきます。で最終的には、はい、この部分ね、触れてる部分、この触れてる部分が有効エッジの切れ目になります。なので、はい、テープを隙間に入れます。これね、粘着面を上です。粘着面を上にして、はい、隙間にスッて入れます。でそのままスライドさせていって、トン、はい、ぶつかりました、痛いね。こうやってやってと、トンとぶつかります。ぶつかったところで、はい、テープをギュッと貼っちゃいます。はい、ここが有効エッジの切れ目です、ね、ここが板と接面が、エッジと接面が触れる最、あの一番端の部分になってきますね。これが板のこうくびれてるところ、こうくびれてるところの一番出っ張ったになるので、その部分をチェックします。で一応、よいしょ、反対側もやってあげてください。たまにミスったりとかするので、よいしょ、こうやって置いたら、反対側からも、反対側からもやって、よいしょ、よいしょ、ね、はい、でやると、よいしょ、はい、こうなりました。はい、こんな感じになりました、ね、これが内側の部分、これ外側からやった部分で、この部分ですね、この部分、この部分が、はい、この部分ですね、この部分、書いても見えないですね、はい、この部分、このテープが貼らさってない部分が実際さっきの板の部分にトンとぶつかってた部分になります。なのでこの部分が最一番出っ張ってる、板の一番出っ張ってるところになりますので、こっから外側に関しては、はい、エッジの必要ない部分になりますので、こっから先はまず丸めちゃいましょう、丸めちゃいましょう。はい、でこれを4箇所チェックします。ちょっと今日は2箇所だけやっちゃおうかな、はい、ノーズだけやっちゃいたいと思いますので、はい、これ今度逆ですね。テープ用意したら、テープを用意して、はい、ポンと置きます。内側にこれ粘着面を上にして、隙間に入れます、スライドさせます。こっちからやってあげるかな、よいしょ、置いたら、はい、粘着面上にします、隙間に入れます、スーッとスライドさせていきます。そして、はい、トン、はい、ぶつかります。ぶつかったらこれ以上テープがずれないので、チェック、チェック、貼っちゃいます。はい、そうすると、よいしょ、はい、この部分ね、ここからこの部分が外側が、はい、有効エッジの、切れ目になってきます。はい、でここでテープでね、はい、チェックを入れたら、準備してほしいものが、
これでゆうこエッジの、このね、なんですかね、あのゆうこエッジの外側の部分ね、説明にターンの時に必要のない部分が分かったと思うので、じゃあ次は実際に削りたいと思います。で、用意してもらいたい道具は一番簡単なのはね、こういうメタルファイルというやつ、エッジ削る金属のヤスリがあるんですけど、これがあれば一瞬で削れます。で、専門的なやつ、こういうこんなね感じの金属の、はい、ヤスリです。ただこういうのがなくっても金属が削れるヤスリもしくは、紙ヤスリでも大丈夫です。ちょっと今紙ヤスリ探したんですけど、ちょっと家に紙ヤスリがなかったので、ちょっと紙ヤスリでのやり方はあれなんですが、まあやり方は一緒なので、よいしょ。であとこれはちょっと僕の、ね、特殊なやつですけど、ダイヤモンドファイルってやつね、古いやつですけどね、はい、こういうのも、いやこれもヤスリの一種ですね、はい、今日は普通に、よいしょ、このヤスリでやりたいんですが、よいしょ、はい、すごく簡単です。これ、ね、台の上で置いて全然いいんですけど、ファイルを、当てて、ね、当てたら軽く撫でたり、軽く撫でたり、ね、思いっきり力入れてガッて やるとファイルがドンってずれた時にエッジで手切っちゃうんで、軽くでいいです。軽くでいいので、はい、軽くねこう当ててスッと切ってきます。でヤスリはね、まあ分かると思うんですが、見えるかなこれ、はい、こういう風に見えないですね、細かくてね、あのこっち側が鱗状になってるんで、こっち側が引っかかって、こっち側がこっちからこっちに行くと削れない、こっちからこっちに行くと削れるようになってる、削れる方向に向かってスーッと優しく撫でたり、でヤスリの種類によって当てる角度があるんですよね。まっすぐあった方が削れるヤスリもあるし、よ斜めにあってやった方が削れるヤスリもあるので、ちょっとそれはヤスリの種類でね、少し変えてあげてください。で軽くこういう風に撫でながら削っていきます、ね、スーッ、これ実際触ってみて、エッジが立ってないかどうかをチェックするんですが、ちょっと一気に削りますよ。で実際は台を置いてね、しっかり固定してやってあげた方が全然、よいしょ、これ見えますかね、あんま見えない、これ見えます。でただ削ったらね、ちゃんと丸くなってるかどうかチェックするのは、あの女性の方だったらあれなんですけど、男性の方だったら、ね、爪そんなに気にしないともね、爪削れるかどうかパッとやったらすぐ分かります。こっちのゆけちの内側はこうやってね、爪が削れます、ね、見たら分かったんですけど、こうやって爪が削れます。で丸めたところ、丸めたところ音違いますよね、全然爪がもう削れなくなってます。ここが触ると丸くなってるので、これでこうやっても丸くなってるんで削れない状態ね。こっちだとシャコ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 っと爪がどんどん削れていくような感じになるので、これでエッジが丸まってるかどうかチェックしてあげてください、はい。でこのどれだけ丸めるのか、実際ね、どれだけまん丸にすればいいのかっていうのは個人です個人のそこまでね、なんですかね、本当にまん丸になるほど丁寧に丸める必要はないです。ある程度エッジが立ってなければ大丈夫なので、自分の好みでねやってあげるといいかな。相当なんですかね、完全にまん丸にするほど削るのってすごい大変なんですよ。なので全然角が立たないぐらいでファイル当てて削ってもらえれば大丈夫です、はい。でこういうダイロンドファイルがあれば、最終的にこうやって磨くとこれツルツルになるので、触ってもおお滑らかっていう感じで仕上がる、これもあるということですね、はい。
でこんな感じでエッジを丸めていきます。で今ここの部分しかねちょっと時間がないのでやってませんが、これをくるーっとここからここまでね全部やりますね。ここからここまで全部やってで最後にっていうかね、こっちの板のここからここまでやる感じね、テールはやる感じで、やればまず人にぶつかった時に人に怪我をさせないための、安全対策としての、ダリングっていうのはそれで OK になりますので、ぜひまず自分の板がこのダリング処理がされてるかされてないか、一度チェックしてあげてみてください。で、チェックしてみて、あ、自分の板もお店さんやってくれてるなーっていうのだったらやる必要ないですし、自分の板、あ、この部分爪削れるぐらい危ないなーっていうのは削ってあげるといいと思います。はい、それでは、ここまでで、もしかして途切れてる？途切れてない？大丈夫？大丈夫そうですね。はい、はい、ここまででちょっと、質問があれば、ひろみつさん、そうです。軽く角が取れるぐらいで全然 OK です。本当に。ぶつかってザバって切れなければ大丈夫なので、安全になる程度の感じで大丈夫ですから、僕もなんですかね、すごいこだわってた時はめちゃくちゃ丸くしてた時もあります。ただ最近はそこまでしなくなっちゃいましたね。はい、丸くしなくなっちゃったので、はい、大丈夫です。ある程度で大丈夫なので。あ、またコメントが見れなくなってる、ショック。なんかね、タブレットの調子がね、あれなんですよね。あ、これか、はい、タブ、あ、違う、あ、コメントが見れない、見えるかな、はい、見えましたね、はい、という形で、まず安全対策の意味でのダリングは、しっかりとやってあげましょう。これは、どんな板でも必要になってくる、処理になりますので、ぜひやってあげてください。はい、で、何か質問が来てるかな。お、本庄さん見てくれましたね、ありがとうございます。おめでとうございます、パーカー当たりました、はい、おめでとうございます。はい、で、洗濯板、そうですね、洗濯板みたいな感じで、洗濯板みたいな感じです、はい、さあ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 、 OK ですね、 OK ですね、 OK ですね。では、ここからは、あ、もう30分経ってるんですね、すいません、長くなります、今日のライブ配信はお付き合いください。はい、ここからはマニアックな話です。で、ダリングって今までお伝えしたダリングが安全面でのダリングですね、人に怪我をさせないためのダリングなんです。ここから先の、ダリング2は、自分の滑りに影響してくる、ダリングになってきます。で、何をやるかっていうと、今度は、はい、このさっき有効エッジを見つけたとこの内側ね、この滑走面、あ、滑走で、ターンするときに雪面に触れるエッジ、有効エッジの有効なエッジ側のダリングの話をしていきます。はい、これは自分に関係するね、自分の滑りに直接関係の出てくるダリングになりますので、しっかりと覚えておいてください。はい、じゃあどんな時にそのダリングが必要なのかっていうと、まずこれはね、特殊な方なんですが、特殊な方っていうかね、僕も昔やったんですけど、ジムやる人ね、レールとかボックスとかいっぱい入る人はエッジがそのアイテムに引っかかっちゃって逆エッジみたいになってね、転んでしまうので、それがね危ないよっていう人もいますので、そういう人は結構ねダリングして危なくないようにしたりとかします。僕もジバーだった時は板ダリングしてましたね。特にストリートっていう街中で、やってた時は、まん丸にしてました。その頃がね結構機械使ってバーンって削って、やるぐらい丸くしてましたね。はい、ただ今はそんなにする必要ないので、あとそうだけど今はまあ機械でっていうのは、ね、思い出したけど、キングスとかクエストとかブレスシステム、オフトレ施設の、
ありますよね、ブラシのブラシとかマットの施設、ああいうとこもダリングしてますね。エッジを丸めて、滑ることで、ブラシだとか、マットに傷をつけないっていうね、意味で、ダリングしてますね、はい、でそこは置いといて、はい、じゃあ一般の方がに影響が出てくるこの余計値の内側のね、ダリングなんですが、これは、まずは直角行するとき、あとはターンするとき、あとはグラトリとかで板をずらすときに直接影響が出てきます、はい、でまず直角行するときにどんな影響が出てくるかっていうと、はい、ホワイトボードが、ね、あれば本当はいいんですが、ホワイトボードがうちないのでダンボールで、失礼します、よいしょ、ノーズの絵を描きます。そうそう、いいですね。これで分かりやすいです、ね。はい、ノーズの絵を描きます。はい、じゃじゃん。見えますかね、これ。水ね。そしたら見えるかな、はい、これねノーズを書いたんですよ、ノーズです、これ、ね、ノーズです、はい、ちょっと待って、黒いペン持ってきますね、これ黒いペンの方が分かりやすいですね、よいしょ、お待たせしました、おいしょ、ちょっとマニアックな話になってくるのでね、すいません、ちょっとこれもうちょい分かりやすくします、よいしはい、ノーズで、ここがさっき説明した、有効エッジの外側、ね、有効エッジの外側になります、でここは前ダリです、前ダリ、ここはもうダリングです、はい、ここは全部丸めましょう、はい、これで人にぶつかった時にまず怪我をさせないようにするためのダリングになります、で次はこの内側です、内側、ね、これなんでここの部分をダリングするかっていうと、板って大げさに言うとこう広がってますよね、こういう風に、こういう風に、ね、これは大げさな話ですけど、なので、こう広がってるので、直角行をするときって両方のエッジ、ここのエッジもここのエッジも触れてることになります、でここのエッジもここのエッジも雪面に触れていることになりますので、大げさに言うとこの部分が両方とも常に逆エッジしている状態なんですよね、常にこの部分がバーッと雪面に触れて引っかかっている状態になってます、で引っかかると板ってどうなるかっていうと、ここに引っかかれば板はこっちに行こうとします、ここに雪が引っかかれば板はこっちに行こうとします、なのでこういう風な状態で滑ってるんですよね、実はエッジが雪面に触れることでブル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 ーっと板が、こうやって暴れながら滑ってるような
なのでまず直角この部分、この部分をスタリングすることでこのブルブルブルっていう引っかかりをなくしてる。この部分が引っかかりってる状態で直角行が不安定になりやすいので、この部分を少し丸めてあげることでスッと、ね、直進安定性、これテールですね、ごめんなさい、ノーズじゃなくてテール、テールです。まあテールもノーズも一緒なんですよ。はい、テールです、テール、ね、これテールです、はい、テールで、進行方向こっちに進んでる場合ね、進行方向こっちに進んでる場合はあのスーッとこういう風に進んでるんで、こっちの部分に雪が当たって、直進安定性が損なわれますので、この部分をスタリングすることで、はい、直進安定性をまず保ちましょうというのが、一つになりますね、はい、次が、ターンです。ターンするときに、この部分を丸めることによって、ターンの後半スーッとターンをしていって、後半とかに、エッジの部分をスッと切り替えやすくするんですよね。どうしてもこの部分って一番有効、あのターン、このサイドカーブの一番強い部分、サイドカーブの強い部分になっちゃいますので、この部分が自分の行きたい方向とは違う方、次のターンに行こうとするときに板は逆方向にね行こうとしてしまうので、この部分を多少削ることで、それでターンの切り返しをしやすくしますよっていう一つね、なります。でこの部分にターンの切り返しっていうのは技術的にも、カバーできるのでそんなに影響できないんですが、でグランドトリック、ね、する方っていうのはこの部分結構気になります。でこの部分なんでそんなに気になるかっていうと、板っていうのはこういう風に見ると、こういう風に見るとあちょうど分かりやすいかなこれ、はい、板の真ん中の部分と、よいしょ、また木の板出しますけど、ダンボール倒れてた、ダンボール倒れてた、よいしょよいしょ、せ結構ね狭いんですよ、ここ6畳しかないんでぎゅうぎゅうなんですよ。こうやってね置くと分かるんですが、キャンバーって言われる部分ありますね、この部分、この部分が真ん中のこの部分が浮いてて、ここが浮いてて、でこの部分ね、この部分が、はい、説明に触れてるような状態になりますね。真ん中の部分が浮いてこの部分説明に触れてるんで、これをグッと体重をかけて、押し込んで滑ってますから、この部分一番圧強いですよ。この有効エッジのこの部分っていうのが一番説明にギュッと押し付けられてるんですよね。なのでその押し付けられてるところをさらに板をグランドトリックはこうずらすとを入れなくちゃいけないので、この部分引っかかるんですよね、どうしても。でその部分に引っかかりが出てくるのが嫌な人はちょっとだけこう丸めたり、ね、この部分をダリングしてあげると板をスッとずらしやすくなりますね、はい、ずらしやすくなってくるので、その有効エッジの内側をちょっとダリングしてあげると良くなってきます、はい、ではじゃあ何センチぐらいやるんですか、ちょっと引っかかってるよ、よっしゃ、おうおう、はい、どれぐらいの距離をやったらいいのかっていうと、これは正直、好みです、ね、好みって言ったら本当に申し訳ないんですけど、あのこっからここまでの距離に関しては、ね、こっからここまでどこまでダリングするかっていうこの距離に関しては、あの実際その人の滑りだったりだとか、その人の乗ってる板の性質によって変わってきますので、あの、まあ、最初は1センチぐらいから、ね、1センチぐらいから始めてもらって、で、あちょっともうまだ引っかかりが感じるなっていう人はさらにそこから2センチ、ね、に増やしたり、で、あまだ引っかかり感じるなったら3センチに増やしたりぐらいで、徐々に徐々に削ってあげてください。徐々に徐々に削っていって最終的に自分の好みの、あの乗り味にしてあげる、仕上げてあげるっていうのが、一番いいと思います。なぜかっていうと1回削ると戻んないんですよ、これ
残念ながら、ね、鉄なので一回削って丸めちゃうとそこに足すことはもうできないですから、丸まったものはそこからもう研ぐことができないんですよね。で、あの業者に出して、ね、チューナップショップに出して思いっきり削れば、あのその部分がまた戻ってくることもあるんですけど、削りすぎちゃうと全く戻りませんので、一回落としたらあのそこからもうアウトですから、あのこの部分を少しずつ少しずつ伸ばしてて、少しずつ少しずつで伸ばしてあげて自分の、好みの性質に、してあげるといいと思います。まあ、大体3センチぐらい、普通のターンとかに影響が出てくるのは3センチぐらいかなと思いますね。で、僕の場合はグランドトリックに、使ってた板っていうのは大体7センチくらいやってました。7センチぐらい、ここからここまで、ね、キャンバーの板、去年、SO ですね、ブラックデッキの SO に関しては7センチ7センチ有効エッジを丸めた状態で乗ってましたね。はい、そうすることで、ね、板をグッと、ずらしやすくなってくるので、その辺をちょっとね、いろいろ調整してあげてみるといいかなと思います。はい、で、有効エッジの内側の削り方も基本的にはさっきのファイル使って、メタルファイルっていうんですけどね、これね、はい、メタルファイル使って優しく優しく擦ってあげれば、簡単に丸めることができますので、メタルファイルない方は噛みやすい、ね、ちょっと時間かかりますけど噛みやすいで全然 OK です。100均でも売ってますからね、はい、噛みやすいでスーッと丸めてあげるといいかなと思いますので、はい、ぜひやってみてあげてください。はい、ではそんなこんなで、質問タイム、どうでしょう、今日はタブレットがまた固まった。あ、いいんだ、大丈夫。はい、タリング。してないです。はい。あ、今日すごいですね。66人、63人、いっぱい見てくれてありがとうございます。はい。あ、そう、山本さん、そうですね。そうです。ダブルキャンバーの板、こういうね、TNT とか、ダブルキャンバーの板とかロッカーの板っていうのは、もともとこの有効エッジの部分の圧が弱いんですよ。なのでダリングはもちろんすると微調整効くんですけど、ダリングしなくても引っかかりほとんどないです、ね。ダリング直角行の時だとかターンの時とかにそんなにダリングするしないで、引っかかりを感じるってことないですね。なので僕も TNT はこの有効エッジの外側しかダリングしてないですね。はい、ダブルキャンバーの板はそれでいいと思います。逆にダブルキャンバーの板ダリングしすぎちゃうとずれすぎちゃって、多分アイスバーンでターンがしづらくなってしまうので、そういう面でも微調整していってあげてください。はい、あとね、そう、山本さんにね、その質問、カービングに関してはもっと本格的なカービングの人は実はもっと繊細になってきます。で、ちょうど大森さんも書いていただいたリベリングっていう処理があるんですよね。リベリングでこのエッジの角度調整するやつで、それによって僕もこれはねやったことないんですが、本格的な人はこの板の真ん中だとか有効エッジの外側に向かってこのリベリングの角度を変えたりとかするんですよね。で、そういうようにして微調整とかかんないところっていうエッジの調整をしていくので、いろんな、感じに、なってきますね。はい、いろんなその専門的なカービングをやってくるっていうのは、また変わってくるので、自分の滑りに合わせて微調整してあげてください。はい、で、柴田さんね、そのカービングの最初の、トライが悪くならないですかっていうのがあるんですけど、これはどこまでを求めるかになっちゃうと思います。正直例えばツインの板でグランドトリックをしてレギュラーもスイッチも滑る人っていうのはノーズもテールも両方ともダリングした方がいいと思いますし、逆にカービングのねもう進行方向こっちにしか進みませんよって決めてる人ね、いますよね。レギュラーならレギュラーでしか滑りませんよって決めてる人だったら、ノーズとテールのダリングの長さを変えてあげる必要が出てくると
思いますね。ちょっと僕もそっちの競技はやったことがないので、専門的なところはそこはちょっとすいません、僕じゃなくてその専門的な人に、聞いてもらった方がいいかなと思うんですが、そういうところの非常に、微妙な差っていうのが絶対出てきて、自分の滑りとまたそのマッチしてくると思うところが出てくるので、そこで自分の滑りながら少しずつ少しずつ、やってあげるっていうのがベストかなと思いますね。はい、そうですね、ベースエッジは、はい、後戻りできませんので、はい、なので削りすぎは、良くないので削りすぎないようにしてあげてください。はい、こんな感じですかね。質問はポンポン、読みづらいな、コメント、コメントが見やすくならないかな、これ。はい、ダリングの処理左右対称ですか。そうね、これ難しいですね。僕左右対称でしかやったことないですね。言われてみると、その岡田さんの左右対称ですかっていうのも、実際のところ、変えてもいいと思います。なぜかっていうと、つま先側のね、トゥーエッジのターンとヒールゲ、かかと側のヒールエッジのターンって実際かけれる圧って変わるんですよね。どれだけ体重乗せてしっかりつくつくって乗せていけるかっていうのが変わるから、その人の得意不得意ありますよね。トゥーエッジ側のターンが得意、ヒール側のエッジ側のターンが得意っていうので、ちょっと微妙に変わってくるところもあると思うので、そこは微調整かなとは思います。ただ実際ね、行っても、そんなにガラッと大きく変わるわけではないので、これよく僕もね、いろんな、なんですかね、微調そのビンディングの角度の調整だとか、ブーツの微妙な硬さの違いだとかっていうのもあるんですけど、行ってしまえば板を、ね、変える、板のモデルを変えるっていうのもそうですけど、このエッジの微妙なその長さを変えることによってもう全く滑りが変わりますよっていうのはないですから、その微調整をいかに自分のベストに合わせていくかどうかっていうことになりますね。ここにこだわりすぎちゃダメです。ここで、あ、このエッジをこうしちゃったからこうダメになったのかなとか、これでこれこうしたらもっともっと絶対良くなるなっていうわけではなくて、根本的なところは自分の滑りになってきますから、そっちに集中してあげた方がいいと思いますね。はい、なんでやりすぎは良くないですけど、軽くやってみて自分に合ったところでやめてもらうのが一番いいかなと思います。はい、キッカーの抜けでの影響はどうでしょうか。あんま関係ないと思います。はい、キッカーの抜けっていうのは基本的にヒールエッジで飛ぶ、トゥーエッジで飛ぶって技ありますけど、トーションを使って、飛びますので、しっかり踏み切れる人はしっかり踏み切れますので、あまり関係ないと思いますね。はい、もうまたそうです。はい、慣れと気持ちの問題、その通りです。その通りです。はい、なので今日お伝えしているのはあくまでもダリングっていうところの専門的なね、ことはお伝えしてますが、これによってめちゃくちゃ上達しますよっていうのはないですかね。ね、ここをちょっと削ったからめちゃくちゃ技が例えばね、3回った人がいきなり5回れるっていうのはないので、本当些細な差ですから、ね、今日ダリングっていうのは特化してるので、ここはちょっと詳しく説明してますけど、そこだけはね、間違わないで、あんまりこだわりすぎないっていうのが、ね、大切ですね。でそれがフリースタイルっていうところかなと思いますので、はい、スピード競技でコンマ何秒ってやってる人はすげえこだわった方がいいと思うんですよ、ね、あとハーフパイプの競技だとか、ね、ああいうスピードが必要な競技をやってる方はそういうところの微妙な差で多分大きな差っていうのが出てくるので、こだわった方がいいと思うんですけど、特に僕がやってるような自由に滑るっていう、雪の質によって変わり立つ雪質だとか斜面だとか地形だとかっていうのの、その状況に合わせて滑りを変えていくっていうのはもう板ではなくて技術になってきますので、あまりこだわりすぎないというのが、ね、いいかなと思います。で、言ってしまうと雪質ね、アイスバーンの時とパウダーの時だったら板のね、そのダリングだともそうですし、ワックスもそうですし、板自体も変えた方が実際滑りは良くなるわけですから。でも1枚の板でやるってことはそういう感じでね、最終的には技術っていうところになりますので、こだわりすぎちゃうと頭もパンクしちゃうので、あんま考えすぎないようにしていきましょう。はい、という感じでいきたいと思います。岡田さん、あら、ソウのソウルが涙っている、涙っている、涙っている、涙っているってことですね。多分あれですね、機械のマシーンのウィーンってやつだと思うんですが、はい、ちょっと軽くフラットダッシュしてみてください。はい、お願いします。
といった感じになります。何分やったんですかね。50分やってます。すいません、30分でね終わるかなと思ったんですけど、結構長く話しちゃいましたね。申し訳ないです。はい、では、来週のプレゼントです。じゃじゃーん。来週のプレゼントはこちら。ドゥ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 、じゃーん。これ何でしょう。はい、ちょっと前に、これね、インハビの、これインハビですね、インハビの、インハビのなんていうんですかね、これコーチジャケットなんですけど、中に綿入ってるキルト入り、キルトのちょっと中綿入ってるやつで、袖がこんな感じでねパカッと開くタイプやつ、ちょっとシャツっぽい、コーチジャケットっていうよりはシャツっぽいやつになりますね。で外側が綿で、綿のタイプになります。こうやってちょっとパッとおしゃれなやつが入ってる感じの、インハビのコーチジャケット風なんすかねなんすかねって感じのやつをプレゼントしたいと思います。実際これ僕着てたやつですね。はい、僕着てたやつです。これ何年前かな、着て、春田とか結構ジブやるときに着てたやつなんですよ、これ。はい、に着てたやつですね。春田もうウェア脱いで滑ったときに着てたやつ。実際、あ、ポケットもついてる、便利っすね。あ、めちゃくちゃいい。はい、ポケットもついてますし、ポケットにファスナーもついてます。はいはい、これプレゼントです。これもね、多分明日ぐらいには準備して、申し込みフォーム、完成するかなと思いますので、ぜひエントリーお願いします。はい、欲しい人ポチポチポチってしてくださいね。はい、という感じで、今日も、長くなりましたが、ライブ配信終えたいと思います。はい、あ、あとそう、すいません、これね、はい、はい、宣伝になって宣伝タイムです。はい、今日まで、まあ、申し込みは、来週末までやってます、パーカーです。白黒の、プリントのパーカー、レイトでは初めてのカラーですね。で今年すごい白、流行ってますね、白流行ってます。去年僕ウェアで着てたんですが、白の、パーカーとかあのスウェットだとかっていうのすごい流行ってて、最近ゲレンデで着てる人多いので、ぜひ気になるよって方はぜひご注目ください。今日までね、今日までご注文いただいた方は、早期割引で 10% オフになります。ぜひご注目ください。はい、レイトストアの、ね、方で、申し込み始まってます。でこれの色以外に、白黒に、あと黒白グレー、フェザーグレーに黒、まあ、これですね、こういう色、フェザーグレーに黒と、あと赤に白ロゴのパーカーを、準備してます。で今回のやつはあのいつもね、裏側が、裏起毛って言ってふわふわしたやつなんですけど、今回ふわふわしてないやつで、ファイル地って言ってバスタオルとかみたいな感じで、水分吸い取りやすい生地のやつなので、ちょっと保温性は劣るんですが、逆に吸水性、汗を吸うっていう機能がグッと上がるタイプのやつになりますので、ちょっとそんなにあったかいやつじゃなくって、動きやすいやつ、激しく動いた時に汗ちゃんと吸ってくれるようなやつが欲しいって人はぜひご注目ください。はい、今回はビッグサイズね、源英くんだとかリュウくんだとか陽平くんが着れるサイズのでかいやつも用意してますね。 S サイズから 5L まで、あ、5XL ね、 5XL まで用意してますので、超でかいやつね、多分僕着たらベローンって着られちゃう感じになるようなやつも準備してますので、大きい、ね、オーバーサイズで着たいですよっていう方だったりだとか、あとは、もともと身長体格大きいドーンとしてる方っていうの方も、ね、今回着れますから、今までの、ね、レイトの、アパレルって、ね、結構サイズが、XXL までしかなくって、その上ないんですかって問い合わせもありましたので、今回ちょっと大きいやつ、作りましたので、ぜひ大きいやつ探している方はご注意ください。はい、以上となります。それでは、締めの乾杯かな。質問来てるかな？来ない、ない。サイズ感がわからない、そうですよね、なかなかね。はい、では今日も、ちょっと長くなりましたが、お付き合いありがとうございました。
またね、来週も、こんな感じでハウツー系の、内容を、やっていきたいなと思いますので、またリクエストください、ね、なんかこういった内容のやつを教えてくださいという、感じのやつ、リクエストくれたら、それをね形にできるやつをハウツーでお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします。あと、まあそうですね、メルマガもやってますので、文章で、ね、伝えれるような、やつに関しては、文章で、ね、お伝えしていきたいかなと思いますので、そちらもぜひチェックしてください。はい、では、本日もお付き合いありがとうございました。来週も楽しんでいきましょう。では最後の乾杯です。乾杯。ありがとうございました。